マタイの福音書の七章を開いていただきます。七章の七節ですね。それではお読みいたします。マタイの福音書の七章の七節八節。求めなさい、そうすれば与えられます。 探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。えー、今日はこの箇所からお話をしたいというふうに思います。えー、皆さんこんばんは。またインターネットの方々はこんばんは。えー、おはようございます。 こんにちはえー、っとですねあのアメリカのジャック・ヘオドー牧師とかいろんなあの、えー、有力な牧師が中心となってですねエレサイムの平和のために祈る人品をということで10月の最初の、えー、っと日曜日はですね えっとそのような思いを持つ教会が、えー、エルサイムの平和のために祈るそのような時となったのですねそれであの皆さんの教会に,です、ね、において日曜日の朝何、えー、か一言でもいいということだそうですけれどもエルサイムの平和のために祈ることをお勧めいたしますそれとともにですね10月6日の6時から東京カリスマス大会が行われるんですが それをエルサイムの祈る、えー、集いという形ね特別な形で、えー、やるようにこう導かれましたそれでえっと6時から始まって、まあ、7時前まで、えー、大セッションでこれはあのえっとエルサイムに関する歌とか賛美をしていただくとともにあのイスラエルに関する簡単な紹介のビデオ とあと今の状況に関して、ねえーまあ、23分ぐらいのやつを作っていただくとそしてみんなに皆さんに見ていただくのとともに、えー、っとニューヨークとかチェコとかあるいは、えー、エルサイムあるいはその他とつないで、えー、っとそしてです、ねえー、同時中継でそして、えー、っと祈っていただいてそれに心をはせるというねそういうような形で進めていこうと しておりますそして7時から8時半まではですね、えー、と特別ゲストを招いております、えー、と大和カルバリー教会の大川敦史先生それと、えー、馬場市キリスト教会の新井浩二先生そして、えー、とお二人にですね、えー、そのエルサイムに関するメッセージをしていただきましてそれと共に、えー、ともに ECI というねあの 電動団体がこ,うあるんですがこれはあの、えっと、イスラエルの政治的な立場を助けるという形で国連とか EU 議会で活躍されているんですねまた日本にも来てこの間、えっと、セミナーかなんかやっていったグループなんですがその創設者のトーマス牧師という、ね、方がいらっしゃいます、えー、その方が、えー、っとビデオメッセージまああの本当は直通でやりたいんですけど え直通でやった場合にですねちょっとずれると大変なことになってくるのでねそれで、えー、とその方にビデオメッセージをしていただいて状況を見せあのあ言っていただくということをね、えー、しようとしていますそして、えー、と祈るということですねですからあの来回はあのそういうような形でエルサイムの平和を祈るということを中心に 神様にこうエルサイムの平和のために心を合わせて祈る時とこういううにしたいというふうに思いますのでちょっとそのことを覚えてまた皆さんいらっしゃっていただきたいとこういうふうに思います。えっと、それとともにですねえっと今あの私たちは「安らぎの歌という歌詞を作ってるんですけどえっと13週の応募をしてもらって えー、そしてですね、えー、っと実は、えー、昨日かな、昨日決まったんですね、77週。どうぞあの皆さんね、新しい歌がたくさんありますので、えーっと、これを用いていただきたいと、こういうふうに思いますしまたいろいろ聴いていただきたいと、こういうふうに思うんですねで。それで、2、えー、つ特徴があって、1つはですね、えー、先ほども言いましたように、シェーンを歌うっていう言葉に関してですね。 コロサイとかエピソードにそのことが述べられているううんですが今、えー、我々はその習慣を失ってるわけですね、えー、しかし、えー、先ほども言いましたように、えー、と聖書に書いてあることですので、まあ、特別な意味合いが、ね、単に習慣とは言えない特別な意味合いがあるんではないかというふうにこう感じますので、ね、それで今回の応募で,です、ね、直接来た、えー 支援の歌っていうのがありましてですねあとちょっと違う人ねハレルヤとか2回繰り返すとか1回のところですねそういう方々に直接も聖書だけの賛美に切り替えていただいてそれで7曲ほどですねそれを作っておりますそれとともにえあと70曲がですね新しい曲とこうなっておりますであの これはもう勝手なこちらの、えー、この思いですけれどもちょっと霊的に強まったような感じがしています。賛美の力ですねね作作詞作曲の力です、ね、ですすからあの神様の働きが進むのは賛美体における賛美の働きが進むとともに歌の力が強まるっていうことが一つあるのかなということをちょっと感じるようなそういうような感じでした。 でどうぞあの皆さん、えー、これからです、ねえー、これ発行していきますので、ね、どうぞ、あのー、用いていただいてさらに、えー、賛美タイやなんかの方々も、ね、使っていただきたいとこういうふうに思います。それで、えー、と聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思います。でここで、えーえーと「求めなさい、そうすれば耐えられます」と書いてあります。 これはあの祈りの基本ですで私たちが求めるならば神様はえそれを答えてくださるとい基本的な言葉ばですね。である時ですねえ私はですね魚の目になってしまったんですね。えっと通訳してる人魚の目って何て言うんでしょうかね <laughs> 魚の目って英語で言うんですがね <laughs>。 痛、ね、くてしょうがない、こうやってね、こうやって痛くてしょうがないのですね。で、えー、そしたらあの新聞に書いてあったわけですね、なんて書いてあったのかというと、この種の魚の目は、えー、治りませんって書いてあったんですね、で手術でえぐり出さないとだめだってこう書いてあったんです、それでインプットサイズだったんですね、それでね、私は、あ手術で、えーえー、えぐり出さないといけないんだなと思ったんですね、ちょっと時間もないし、これは無理だなというふうに思いました。 で、ちょっと痛くてもね、ちょっとびこを引いててもですね、歩けるのでね、じゃあ、一生これでいこうと、<laughs> ね、私、そう思ったんですね。ですから、こうやって言ったら、よく言われましたね、足どうしたんですかって言,ったん言われたんですが、の、え、目、ー、だったんですよね。そしてですね、う、え、ち、ー、でひっくり返って寝てるときに、あのテレビ見てるときに、セレンに言われたんですね、あなた祈ってませんね。 私ね祈ってなかったんですあの。これは気をつけた方がいいですね。私ね、祈りの本5冊も書いてるんです。<laughs> それがあの祈ってないんです。薄いですけどね。あの祈ってないんですね。どうして祈ってなかったかね。祈ったって癒されるわけないっていうね。そういう潜在意識があったんですよね。でもね、あのちょっと精霊に言われたので。 すぐ悔やすみ,ましたすみませんごめんなさい」ってねそしてあのあのうちの家族向こうにいた,いたのでわからないようにこうやってね食えて、ー、そしてね、えー、やあの癒やされるようにこう祈ったんですねでね2週間後に気が付いたんですねなかったのですね癒されちゃったんですでその時にあれ祈ってなければね一生ものでしたよね 今でもね、こ,うこんな、ね、痛い思いをしていたに違いありませんね。祈ることと祈らないことに大きな違いが加ありますね。そして祈りを通して神様はですね、の力を表してくださるんですね。恵みを表してくださるんですね。で、あの、一番初期の宣教の時に、これはあの一番最初に言った宣教なんですが、 えっと中国にの聖書の持ち込みをしたんですねもう30年前ぐらいの話だと思いますけどでその当時あの中国の地下教会は迫害されていてですねそして聖書が足りなかったので聖書を持ち込むというねこれをあのやったんですねそれでえっと私たちの教会からはですね A チームと B チームが1週間後ぐらいの形でね B チームは私だったんですけど A チームは岡村牧師でこう行くというそういうような形だったんですねそしてですねその時にちょっとね我々はこの人に会いたいと思ったんですね朝日新聞に書いてあったワンミータオっていうね有名なあの中国の博多の象徴的な牧師なんですね20数年東国に耐えた方ですね 朝日新聞にこう書いてあったんですね上海でワンミンタワーは軟禁中って書いてあったんですねだから上海で軟禁されてるのでこれは、ねまあ、当然会えないだろうと思いましたまた同時に、えー、っとバックをしてくださった、えー、ミッションの方々はねワンミンタワーのことは一言も言いませんしですね、あのー、そういうような状況だったんですね それで、ね、私たち、ね、祈り始めたんですね。ワンミンタオと会えるように。あのワンミンタオと会えるように祈ったんですね。そうしましたらね、言葉が来たんですね。それは何の言葉かというとね、顔と顔を合わせて会いましょうという葉が来たんですね。で、その時にですね、あこれは会えるぞってね、思ったんです。まあ、歴史上有名な方ですからね。 そういう方と普通は会えませんけどあの祈った時に主はそのことをやれたのですね具体的にねそしてですね私たちは行くことにしたんですねそれで最初に A チームが行って、えっと、聖書の持ち込みに成功したんですねそしたらこの A チームが余計なことを言うわけですよね何かっていうとね信仰があれば通るって言ったんですね そうしますと、B チームは失敗できなくなったのですね。なぜなら失敗したら信仰がないってことになりますからね,ですね。ところがね、この A チームがね、実はね、危なかったんです。それは何かというと、えー、と聖書を取りに来た、ね、中国人が言ってました。危なくて1時間の間ね、そばに近寄らなかったと。よく捕まらなかったって、そういうチームだったんですね。であの 本当にこのチーム危なかったと思いますよね。でもね、捕まらなかったのはね、祈ってたからですで。このチーム祈るんですよね。それからですね、どういうことが始まったのかというと、我々のチーム、捕まらないんです。50%ぐらい捕まってたと思います。捕まらないんですよね。その捕まらないのはちょっとレベルが違うんですよね。何がレベルが違うのかというとね、 えっとまあ、税関取るときに向こうの係員に捕まっちゃうわけですけどあの運が悪いとねあるチームの人は税関の人にこっち来いって言われてね別室に連れて行かれてもう最後だと思ったんですねそして手を入,入れられたんですね。とは見つけないね向こうの人は。手を入れられたにも分からず。 政府もっとひどい人がいたんですね、これ、我々のチームにいたんですけど、それは何かというと、入ったでしょ、で、慌ててだから、税関で聖書を通さないといけないので、大慌てだったんですね、で税関にそのまま聖書を置いて、出ちゃった、<laughs> お人は大変だとかなんか言ってるんです、ね、どうしたんだって言ったら、税関に聖書を置いてきたってね。 どうするって言って、あのね捕まっちゃうかもしれないし、もう税関だからねあの、ともかく帰れとかなんか言ってです、ね、あーとか言って、あーとかこうやって、これで持ってきたんですね、それで捕まらないそしてですね、えっとね、100人ぐらい、1人も捕まらない。で、どうして捕まんなかったかっていうと、祈ってたんですね、祈ってたんですね。 あ,ある長老が捕まっちゃった最後の時ねそしたら何かあのお話を聞きましたら、えーっとえー、出る時ちょっと奥,奥さんと喧嘩されたそうですねそしたら奥さんが思ったそうですね「これは捕まった方がいいと」と <laughs> <laughs> そしてそういうふうに祈られたと <laughs> あそういうことを聞きました。あの祈りは聞かれるんですよね <laughs> それでですねあの我々はえっと北京でえ聖書を入れてえそしてですねあの最初、北京のこれもねえっとパンダさんという牧師の方これはあの実際の名前は違うんですが名前を隠していってるわけですけどえっと二十数年えっと投獄された方で3人の。 あの中国の象徴的な牧師の一人の方だったんですねその方と会うということになりましたこれはあの、えー、っと我々を送ってくださった電動団体がセットアップしてくださったんですねそしたらねその方がこう言われたんですね、えー、っと電動団体の方はね何かというとこの場所に行きなさい、ね、そこで会います、ね、で写真とかなんか見せないわけですよねそれで言うんですよね何て言うのかというとね あの向こうのクリスチャンは輝いてるからあの行ったら分かるって言うんですね。本当かと思ってですね。それであの我々行ったんですよね。そしたらですね、誰も輝いてない <laughs> ただ我々は相手を探してきょろくろしてましたからこうやってきょろくろしてたんですね。そしたら向こうで 一人挙力をしている中国人の方がいたんですねこうやってねお互いに挙力をしてねお互いに挙力をしてなんとなく目があってですねもしかしたらこうかなと思ってですねそしてちょっとちらっと話しかけてみたんですね恐る恐るねそしたらその人だったんですねですから我々はですね輝きではなく挙力でね出会 <laughs> ったのですねそしてですねその時お話ししたんですけど そしたらですねあの青年様がね言ってたんですね、その人がワンミンタオの住所を言ってね、ね次に上海行きますって言ったら、ですねじゃその人の方から言ってたんですね、ワンミンタオに会うんですかって言ったんですねで、こちら側は軟禁されてるって聞いてますから、ね、会える可能性がある,あるとは思ってなかったんですね、まあでも会えるとは思ってましたけどね、それ聞いたんで逆に、会えるんですかって聞いたんですね、そうたら言いました。 会いますよって今住所を持っているからあなた方に教えます、うん、教えてくださったのですよですねそしてですね我々は住所を持って、えー、と上海に行ったんですねそしてね私たちのホテルがあるんですがワンミンタウンの住んでるところはそこからね自動車で10分ぐらい5分か10分ぐらいのすぐそばにあったのですだからな せずして我々はね見つ,けあの見つけたのですねそしてですね、えー、とワンミンタオさんそれから奥さんとね顔と顔合わせて奥さん泣いてました、まあ、我々は泣いてましたワンミンタオ泣いてなかったけど <laughs>、あのー、そしてね目の前にしてお会いしたんですねそれが後にね、えー、とワンミンタオの本本をそれがきっかけで えー、作ることになりましたけどもですねでその時皆さんね祈祈祈りりりです祈りですす神さんはね私たちにこの与えた恵みの中で祈りは強力な力を持っておりますそしてですね私たちに祈りがあるのでこれから大変でしょ地震が起こるっていうことを言っております起こってくるんでしょう それから、え、黙示を知っているならば、これから黙示録の時代に向かって動いていきます。いろんな問題が起こってくるでしょうね、こんなん。で、皆さんね、祈りがないのと、あるのは違います、皆さん。皆さん、祈りを通して、多くの恵みをすでに受けていると思うんですが。皆さん、これからです。本当の奇跡と災いが起こるのは。これから栄光が現されてきますね。それとともに、これから皆さん、リバイバルが起こってきます。 あの皆さんの前に死の技が大きく起こってきますで。その時皆さん祈りです。祈りなのです。そして皆さんね、祈りが鍵となっていますで。どうぞ皆さんね、祈りを詰めてください。祈りを詰めてください。そしてですね、これから来る大きなことに備えていくのですね。で、私はあの、えー、っと大きなことに備えるときに、 無理に何かね滝に打たれるとかね百日断食するとかね、あのー、無理にする必要はないと思うんですねただあの神様はですね私たちを導いている時に次の段階のことをよくご存知なんですねでちょっとあの教えられたことがあるんですねそれは何かっていうと皆さんの前にいろんなことが起こってくるじゃないですか、ね、私の前にもいろんなことが起こってきますよね でそれはリバイバルが起こるとかあるいは黙示録の時代が近づいて迫害が起こるとかそんな大きなことではない小さなことですよね。で皆さんねこの小さなことを忠実に信仰の対応と言いなさい祈りの対応と言いなさいってことをね主は語られたのですねそしてですねそうすると勝利を見るじゃないですか丁寧にねちっちゃな問題におけるね でね、そのちっちゃな問題における勝利が大きな問題の勝利である勝利となるとだから皆さんね今小さなことに忠実に丁寧に対応しておいてくださいねあの癒しの働きだってねちょっと祈ったら痛みがちょっと抜けたぐらいでもそういうことは大切にしてください今はね死人が蘇っておりませんが、えー、その小さな奇跡の原則が死人が蘇える 原則でもあります、ね、そしてですね、私たちが丁寧に対応しているときに、私たちは備えができてきます。そしてですね、大きなことが起こるときにですね、私はですね、えー、神の力によって奇跡と技を見ていきますね、栄光を見ていきますねあの、祈りを通しての素晴らしい技を見ていきますね。ですから、祈りを務めつつあの対応をなしていただきたいと、こういうふうに思いますお祈りします。 様、ま、どうぞお人よ人のうちに豊かに働きサインご横と宮沢を表してください何かこう自,自分に非常に自信のない方がこういらっしゃいます、えー、この主の御心に立つように詩は語っていますその時、えー、その方の最善が起こってきます手の様、ま、どうぞ豊かに導きサインご横と宮沢をら、えー、表してくださいますようにどうぞお願いいたします 何かこう幼少時にこう親に見捨てられたような思いを持っている方がいらっしゃるんですがそれが傷になっている方がいらっしゃいますそれを感謝していくように主は語っていますでその中で主はこのその方に語られることを表されることがありますその方は親に見捨てられたように思ったんですがそれは思い,思い込みであって事実と違います神様はそれをはっきりとさせます のどうぞ豊かに導き最後横と宮沢を荒らしてください、えー、守護神の豊かな御畑がなされてきますように、えー、こうしたのにどうしてこういうことが起こらないのかというふうに主にちょっとつぶやいてる方がいらっしゃいます、えー、そのつぶやいてることを一つ一つを感謝していくようにそしてそれらを通して主を崇めていくように主は語っておられますその時その理由とその意味合いというのがはっきりと分かり その方の意識が変わります。癒しの働きをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを申したいと思います。それでは各々の癒しのためにお祈りください。神様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。 今お人よ人のカード精神に触れ、癒しを行ない解放なしてくださっていることありがとうございます。山を取り除き、あなたの宮沢を表してください。イエスキストのによって山の力を打ち砕くイエスキストの皆によって、山のれ、今一人一人の力、せんイエスキストの皆によって、お人よ人のカード精神メず癒されよ、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 されよ、イエスキストのによって、お人よ、 精神に癒しを防する、えー、この霞目であった方がいらっしゃいましたけどこれがいらっしゃいました感謝して受け取ってくださいえー、っと肋骨の後ろの方が、えー、ちょっと痛い方がいらっしゃいましたけどこれがいらっしゃいました、えー、耳が聞こえにくい方がいらっしゃいますどこれがいらっしゃいました またあこの幻聴が聞こえる方がいらっしゃいますがこれから解放されました喉が悪い方がいらっしゃいますがこれがいらっしゃいましたイエスキストの皆によってお師匠の家族精神に足を下げず感謝しますイエス様の名前によってお祈りいたしますアメンどうぞお立ちください晴れよりはさみしますあれ ハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤ青木願わくは主イエスキリストの恵み、死なる神の愛、精霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン どうもありがとうございました。えー、っと、必要な方は前の方で長老が癒しとか聖霊のバフサイズのために祈ってく,くださいますので、前の方にいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それではどうもありがとうございました。